チャオ、あっちゃんです。この前、動画上げた、みんなも答えてね、質問コーナーの第2回、宇宙編の、コメントがいっぱい溜まってて、ちょっとね、これについてね、なかなかお返事できてなかったしようかなと思って、よくよく考えたら、お料理編の方も何もお返事してないねんね。で、お料理編の方、お返事しようかなと思って、今動画見かけたらね、めちゃくちゃコメントがあって、めちゃくちゃみんなのレシピ載せてくれてあったりするので、今ね、実はね、3月28日の0時44分なんよ。この時間にね、お料理のコメントを見てお腹減っちゃった。だから、あかんって、もう歯も磨いたし、この後寝んのに胃に物入れたらあかんなと思って、ちょっとそこ今、次、先に、宇宙編の方の、ね、質問で、ちょっとお話ししたいと思って、そっちからやりたいと思います。またお料理編の方はね、いろいろ書いてくれたレシピを再現したりとか、なんかリクエストがあったりとか、その辺答えていきたいんで、またね、お昼にその動画に対してのなんか返信動画を撮りたいと思います。はい。で、今宇宙編の方ね、ざっと今コメントを拾っていこうと思って、プロサクさんと RCA さんがね、宇宙には果てありますか、RCA さんがないんですって答えてくれて、ね、もうこんな感じにね、あっちゃんが答える前にみんなが答えてくる。これがあっちゃんのやりたかったね、みんなで答えましょうっていう質問コーナーの趣旨やねんけどもね、こんな感じでみんなでね、交流できたら楽しいかなって思って、だから結構ね、今ね、コメント欄でぶら下がりがどうとかね、嫌なコメントがどうとかいうの、そうじゃなく、ぶら下がってくる人がね、もう敵対心を持たずに、敵とか味方とかそんな関係なしに、みんなで楽しく会話がしたいなと思って、こういうみんなで答えて質問コーナーやってんねんけどもね。で、その中でね、いろいろまあ変なコメントもいっぱいあんねんけど、まあその辺は仕方ないとして、次ね、香里さんがね、あんたが宇宙人だわって、はい、宇宙人です。地球人は、宇宙人です。だから日本人は地球人であって、地球人は宇宙人であるんね。で、まあもうちょっと細かく言ったら、地球人は太陽系人であって、銀河系人であって。まあそんなんと一緒で、すべて宇宙人でございます。香里さんも宇宙人です。はい。まあそんな感じでね、まあね、面白いね、こういうのね。ただね、ココさんはね、宇宙人信じてないです。よくって言われるけど、宇宙人より幽霊の方がいると思ってます。ね、あっちゃんはね、宇宙人はいてると思う。地球っていう星がある限りね、やっぱり宇宙、広い宇宙の中に地球っていう星は偶然、大気があったり、生命が住める偶然の星やって言われてるけど、同じ環境の星っていうのはいっぱいあると思うのね。そこでは、同じように知的生命体が育ったり、知的生命体とまで行ってなかったもね、生命体がいたりするってあっちゃんは思うねんね。で、逆に言ったら、人間海の中で住めへんでしょ。で、空飛べないでしょ。でも海の中でしか生活できない魚さんとか、飛べる鳥さんとか、あと土の中で生きるアリさんとかモグラさんとかね、っていうのがいてるっていうことは、言ったら、それから、胃の中で生きるヘリコバクターピロリ菌、ピロリ菌とかね、ピロリンが、ね、人間のね、胃酸、何でも溶かすって言われてる胃酸の中でも生きられる、そういう生命体がいてんねんね。って考えたら、火の中で生きるものがいててもおかしくない。酸素がなかっても生きて、植物がそれね、光合成することによって、二酸化炭素を吸って酸素を吐き出す。ね、だから酸素のない星の中、大気のない星の中でも生きられる生命体がおっても不思議でもない。だから人間というか地球生命体を基準にしてみるからやけど、全く大気のないところで、だから空気じゃないもので生きてるものがあってもおかしくないってあっちゃんは思うねんね。だから、ね、あっちゃんは信じてます。だからココさんを否定するわけでもないよ。だからそういう考え方っていうのもありやと思う。で、幽霊もいると思う、あっちゃんは。と思います。あっこにいけいさん、あっこさんも一緒やんね。生命体いると信じたいで、宇宙って無限やもんね。じゃあもう一緒です。そう思います。はい。そう。
ゲンジャンゲンジャンもあのいると思います世界で言うとね。ね、そうそう、月のね裏側にも行けてないもんね人間。下手したらね月にすら降り立ってないっていう説もあるもんね。だから、それが分からへんもんね。だからね、逆にねいてるって考えた方が面白いもんね。いろいろ世界観が広がるしね。ここもね、げんちゃんげんちゃんとね、あのこうちゃんと RCA さんがこう会話してて楽しく楽しく、ね、面白いもんね。中に楽しく会話してて嬉しいね。でまたね、あの全く関係ないコメントしてくれてる人とかもいてるけど、まあそれはそれでよしとしてね。はい、ね、まあね、その質問コーナー、宇宙っていうのはね、あのロマン、ロマンであって、だから人類の夢でもあってって思うねんね。ではそれ多分ね、まあ、あっちゃんもっともっとね、あの男の子の生き方もしてきて、女の子の生き方もしてきて、両方の生き方してきて、なんとなくやねんけども、女の人っていうのはどっちかって言ったらやっぱり宇宙とかそういうね、あの架空のロマンを求めるより目の前の現実を求めるのが多いねんと思って、だからあっちゃんねる結構ね、80何パーセントが女性。今もねアナリティクス見てきて、まあ登録やから結構ね、男やけど女で登録したりとか、女やけど男で登録したりしてもいてるから、完璧じゃないとは思うんだけど、ある程度の統計として80何パーセントが女性やねんね。ってことは女性に宇宙の質問するのはちょっとね難しかったかなと思うね。なんでかって言ったら、男ってどっちかって言ったら夢とかロマンを追う生き物やねんけども、女の人ってどっちかって言ったら目の前の現実を見るタイプの人が多いんじゃないのかなってあっちゃん思うんだよね。みきちゃんはどっちかって言ったら、あっちゃんに近かった、目の前の現実もやけどもロマンを、語れる人やったんね。だから、あっちゃんはそこを考えずにやったけども、やっぱりあっちゃんねる来てくれてる人ってどっちかって言ったら目の前の現実を見る人が多いんかな。すごいあの地に足をつけてる人が多いなってコメントで感じました。で、まよしさんもね、宇宙人信じてるタイプ一緒やね、あっちゃんと。楽しいもんね。夏希さんも、あっちゃん宇宙人ですか。もちろん宇宙人です。はい、ね、宇陀市民であって奈良県民であって地球、日本人であって、地球人であって宇宙人やね。そういうことです。夏希さんも宇宙人ですよ。はい、そういうことね。でね、空のオーナーさんかな、好評でもないコーナーっていうけどね、この動画ね、今日現在、2017年3月28日午前0時51分現在でね、2300回再生されてね、コメントがね91コメントある、かなり好評な、動画なんだよね。好評じゃなかったらねコメントが90もつかへんと思うねんね。そんな感じでね、コメント読んでたらねなかなか終わらへんねんけどね。はい、やっぱりね、はるはるさんもね宇宙というよりか地に足つけてって、やっぱりねその女性的な考え方やねんね、やっぱりそういうところね。だからね、まあ 女性男性っていうのもちょっとこれ偏見あったり差別であったりするけども、そうじゃなくね、やっぱり目の前の現実を見る人とロマンを追い求めてる人っていうのはね、いつまでたっても平行線やねんね。ロマンを追い求めてる人にね、目の前の現実を見なさいって言ってもナンセンスやし、聞き入れることなかなかできへん。逆に言ったら目の前の現実しか見てない人にロマンを語れって言っても無理な話やからね。だからそこのところでね、言い合いしたところで仕方ないんで、ああそういう考え方もあるんだなってあっちゃんは思います。はい、だから別に否定してるわけでもないよ。ねえ、グリーンアップルさん、法人に向けてカウントダウンの時期に世間ではいつもの話に宇宙 の思考回路がぶっ込んでぶっ飛びました。あっちゃんは目の前の現実から逃避もしたかったし、でやっぱりね心もすごく苦しかった、いろんなものにね、もうこれもね今に始まったことじゃない、去年のね夏ぐらいから苦しんで苦しんでね、いろいろ苦しんでっていうかね、いろんなこう重いものを背負ってきた感じがして、ようやくね
法事7回忌が終わって、軽くなりました。心もかなり楽になりました。って感じでね、これから楽しいあっチャンネル続けていきたいと思います。はい、ね、あの大島佳代子さん、何が楽しいかよくわからん、まあそういうね意見もあると思います。はい ね、でコンボニーさん、ブラックホールに吸い込まれてしまえって、あっちゃんが吸い込まれてる時点でね、地球すべてが吸い込まれますわね。はいはい、結構ね現実を見たコメントがずっと長いんで、ちょっとスルーしておきます。はい、宇宙人マンホールの蓋開けて出てきてちゃおーで、宇宙人ちゃおーより多分ね払うって言うと思うね。宇宙人どっちかったらね英語喋ると思うね。うん、あのアメリカにね、ジョニーっていう宇宙人がね、あのアメリカ人と友達らしいんでね、はいそういうことらしいです。ね、ハッピーガールさんいるともう一緒ですね。はい宇宙からしたらね、あの地球人は宇宙人やもんね。そう、その通りでございます。で、地球人はもちろん宇宙人やもんね。ということです。はい、でまたね現実の人が多くて、ゆずこしょうさんね、あっちゃんにね宇宙の質問して明確な答えが出るわけないです。あっちゃんはあっちゃんの持論を答えるだけで、もちろんあっちゃん以外の人もぶら下がって答えてねっていうことは、その人の持論もあるし、でそういう人たちの持論をみんなで見て、あ、こういう考え方があるんだって、自分の考え方を広げるためにやってんねんね。だから自分の考え方だけで、答えなんてないのよ、世の中。何にしても答えはない。うん、だから、変な話、昔、誰が言ってたかな。なんかね、哲学者が言ってたんやと思うね。1たす1は2じゃないって。うん、1たす1が5であって、1たす1が100であるって。うん、それは何かって言ったら、人の力、一人と一人が足した時に2馬力には2人力にはならないって、1たす1が100人にも1000人にもなることがあるっていうね、算数をタブー視した話もあんねんけども、だから答えはないのよ世の中。だから何にしてもね、お料理にしても子育てにしても人生にしても、宇宙の答えにしても答えはないのよ。全て100人おったら100通りの答えが出て、それがいいのよ。だから、考え方がね、一つにこう凝り固まってしまうとね、人生生きてて楽しくない。だから宇宙人はいるかいないか、もうそこで2つに分かれていいのよ。だから楽しいのよ。全員がいると思ったらまた違う、やっぱりいないっていう説論もありやねん。だからそういうのが楽しいね、あっちゃん。だから大好きやねん、こういうお話。だから宇宙じゃなかったもいい、地底人の話でもいいし、虫の話でもいいしね。だから言ってみたら、虫の中に人間より知的な虫がいてて、人間なんて下等動物やと思ってる虫がいてるかもわからへん。いや、もちろん木とかね、植物が、せか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 動いてる。言ったらフライングフィッシュみたいにね、人間の動きなんか見えてないかもわからへん。言ったらスローリーに動いてるけども、実は木って生きてたりとかね、まあ、そういうふうに考えたら面白いでしょう。だからそんな感じでね、考え方っていうのは正解がないから、楽しく考えましょうっていうね、これはあの質問コーナーで、またこういう質問コーナー続けていくんで、みんなで楽しくバカになってくださいね。バカになるために作ったからね、俺は。はい。そう、で、未知の空想話をするほど暇じゃないから、暇じゃなかったらね、あの暇なことは、あれ、暇の時にしてくださいね。もうコメントしてる時点で暇やと思うねんけど、ごめん。ちょっと嫌味っぽく言ってしまうんだけど、忙しい人は別に関わらなくてもいいと思うね。暇な人が雑談程度に、暇つぶしするコーナーですから、あっチャンネルはね。はい。で、ひよちゃんね、我々は宇宙人だってやったね、扇風機で。やった。昔扇風機にほらネットついててさ、指入れてブリブリってならんようにネットついてたやつがあって、ほこりだらけになるやつ。懐かしいな。やった。なんでやろね、扇風機の前行ったら我々は宇宙人だ言うねんね、あれ。申し合わせたかのようにね。そう。面白いね。はい。アンニーノさん、あなたは車のことだから、例えば、車のこともね、確かに語るのも面白いねんけどもね。またこういうね、思考変えて面白いこともしたいなと思ったりするからね。そうなんです。はい。まあ、あんな感じでね。はい、あ、カムカムさんもあれね、宇宙人見たことないからいない。ね、見たことない。自分の目を信じてね、見たことないからいてないって考え方もありやと、あちゃんは思います。
だから、ね、うん、そういう考え方っていうのを否定するんじゃなく、うん、あ、そういうふうに現実を見て自分の目が確かやっていう人もね、ありやってあっちゃ思うしね、うん、そういう考え方も嫌いじゃないです。はい、うん、そう、ね、はい、太陽系の地球側じゃなく太陽系の挟んで反対側にも地球と同じ環境から星があるとも言われてますけど、本当かな。もう一回愛理さん、うん、なんかそういう話あるけどね、うん、なんかロマンやね、あったら楽しいよね、うん、ドラえもんやったっけ、なんかあったよね、まるっきりあべこべの世界があるやつね、面白いね、うん、シュメール人についての話が聞きたい。シュメール人の話聞いたことあるな、なんかシュメール人なんか聞いたことある、誰かに聞いたことあるぞ、また調べときます、はい、あの覚えとったら話します、うん、はい、ね、未確認生命体がいると思います、さあちゃん、はい、地球という星ができたように、タイプは違うかもしれないけど、いろんな偶然が重なってできているから、未確認生命体いてほしい、うん、ね、と思います、あっちゃんも、うん、だからさっきもね話した通りね、うん、人間の形全くしてるとは限らへんもんね、アメーバかもわからへんし、空気体かもわからへん、ガス人間みたいなのかもわからへんし、だからほんまに虫みたいなもんかもわからへんし、もういろんな形してるかもわからへん、でもそういうので知的生命体がいてもおかしくないもんねってあっちゃんも思います、うん、そんな感じでね、うん、いいと思うよ、うん、なんか何かの偶然でね、そういう知的生命体みたいなのができたりするんちゃうかなってあっちゃんは思うんだよね、うん、だからそう考えたら楽しいもんね、うん、ね、ね、汗水垂らして社会貢献して、地に足ついてっていう考え方の人もいてるからね、こういう宇宙的な壮大なロマンっていうのはなかなか語れへんと思うんだけど、地に足つけて生活する人は地に足つけて生活してください。あっちゃんはロマンを追い続ける、いつまでも、ね、少年のような少女でいたいなと思います。何のこっちゃら、はい、まあ、そう言ってね、楽しいこと、ロマンを追い続けるっていうことはいいことやと思うんだよね。人間ってね、年いっていくことに頭凝り固まって固くなっていくんでね、発想が柔軟性がなくなっていくんだよね。そこはやっぱりね、子供の考え方、発想の柔軟さっていうのがすごい大事だと思うね。これがね、結構だから、なんていうのかな、天真爛漫な大人になった人は、やっぱりね、突拍子もないことを思いつくらしいね。だからそうでありたいなってあっちゃん思うから、地に足つけて生きる生き方はもうやめました。今もずっとやってきてんけども、地に足つけて生きてきたところでね、自分がなくなるだけやってあっちゃんは思うね。これはあっちゃんの論ね。だからみんなにそうしなさいとは言わへんけどもね、あっちゃんはそう思うからね、うん、楽しいことをしたいなと思います。うん、そんな感じねえ、まゆみさんね、じゃあ宇宙って言って幅広いわ、ぶっ飛びって、ぶっ飛んでますよ、うん、ぶっ飛ばないとね、人生ぶっ飛んでやらんと楽しくないからね、楽しく行きましょうでっていう話でね、うん、ね、うん、レモンドさん、ここだけの話、UFO 食ったことあります、すごいな、強靭やね、あっちゃんこの前ね、UFO のね、わさび味を食べましたよ、うん。丸飲みしたらお腹痛なるよ、ゆっくり旅を味わってはい、楽しいね、はい、うん、そうそう、レモンさんの言う通り、うん、どんだけ宇宙の知識があってもね、こんなちっぽけなって言ったからけど、ほんまにね、宇宙からしたら鼻くそよりも小さい、うん、だから顕微鏡で見ても見えへんぐらいの小さな埃程度の星が地球やねんね、宇宙から見たらね、うん、その中に生きてる人の、生きてるっていうか地球から見たらあっちゃん一人なんてちっぽけどころでもね、地球の中からでもあっちゃんなんて言うたら吹いた飛ぶような存在やのに、その人の頭の中の回路に正解はないっていうか、世の中正解はないからね、さっきも言った通り、100人おったら100通りの答えが出て、それで当たり前やから、うん、だから正解を求めてる動画でも何でもないねんね、うん、そういうこと、そういうこと、うん、そう、
ね、三丁目の新月さんもやっぱいるとも一緒ですね、うん、なんやかんや言ってもね、なんていうのかな、地球に人がいるから大地の保障、そうそう、あっちゃもそうも、地球に人間生命体がいてんねんから他の星にいてでもおかしくないってあっちゃも思うね、うん、そう、だから地球の宇宙の話なんてそう思うねんでいいと思うね。歴史もそうやね、歴史なんて何年何百年も前の話なんか話し続けて受けて聞きなんだ、語り継がれてきて変わってない話がない、絶対正確な話ない。だから何とかやと思うねん。聖徳太子がおったと思うねんいう話やと思うねん。ね、学校の先生が歴史って偉そうに何年に何があったって言ってるけど、思うねんの話。あんなもん絶対ね、ないはず、ないはずじゃない。ほんまに 100% 正しいわけがないってあっちゃん思うねんね。うん、だからね、思うねんちゅう話やねん、そんなもん。っていうかさ、みんなね、3年前の今日朝ごはん何食べましたか、完璧に3年前の今日はこれを食べましたって言える人いてないと思うね、うん、3年前の今日か、ハムエッグ食べたと思うねんっていう子たちが出へんと思うね。結局ね、自分の歴史でさえ思うねんの話やね、うん、だから歴史だけじゃなく宇宙にしてもね、そういうことに関しても思うねんっていう子たちが出へんはずです、うん、それから正確な答えは世の中ないってあっちゃんは思うねんね、うん、だからここで思う、あっちゃん言うたら何とかやって思うねんって言うけど、その通りやねん、うん、確実に言えることってねあんまりない、うん、だから思うねんでいいと思うねん、うん、でミルクミルクさんもナサよりナスが食べ、ナス食べたいな、あっちゃんもね子供が食べへんのよ、だからナス今日もナス売っとってん、1本100円ぐらいですね、高いね今ナスね、でナス食べたいから買おうかな思ってんけど、買って1本買って自分だけ料理してもな、子供食べへんしな、もういいわってなって買わへんねん、であかんねんけどね、ナスも子供食べられるようになんかね、工夫した料理作らなあかんねんけどさ、だからなんかナス食べたいわはいねー、はい、あ、今言った話をそのまんまね、ちかこさんがね、あなたに言ってもらしいねんだと思うねんっていう答えしか出てないからマジつまらないんだけどね、世の中答えはない、らしいねんだと思うねんしかないのよ、歴史にしても宇宙にしても科学にしても何にしてもね、だから天動説と地動説っていうのがあって、地球の周りを天が回っているっていう考え方があった時に、逆に地球は太陽の周りを回っているって言った時にふざけんなって言った人がおるね、それで死刑になったんかな、地動説を、唱えた人ね、死刑になったんか、なんか逮捕されたんかなんかへんね、うん、でもそれもほんまかどうか知らんで、そういうふうに言われてるから思うねんやで、うん、だからそういうね時期に、いや違う違う、うん、地球が固まってるみたいな、違う地球は、地球は止まってて周りが動いてんねんって思うねんじゃ、それ自体、ま、大間違いやからね、うん、なんかそれと一緒でね、うん、だから正直ね、こうですって言い切れる話なんて世の中ない、思うねんっていうのが一番正確やと思うね、うん、だからそうやって決めつけてお話しする人っていうのは頭が凝り固まっちゃうねんね、だからそうじゃなくもっともっと柔軟にして思うねんでいいよ世の中、そうやって話することによってお話も広がるしね、うん、だから結構ね人前でお話できへん人っていうのは自分のね、何でも決めつけて話するから正確じゃなかったら話できへん、だから人前でお話しすることができへん、特に講義とか、目の前マイク持ってなんだトークショーとかする人っていうのは自分に自信を持っていい加減な情報でも適当に話せる人じゃないと無理やね、でないと本当に完璧にこの情報は正確やと思って話したら話なんかできへん、怖くって、うん、だから、ねまあいい加減に話できる人じゃないと人前で話することっていうのはまず不可能、それをする人はよっぽど、嘘つきな人、平気で嘘つける人、平気で嘘つける人っていうのは、うん、私はこう思いますじゃあね、これはこれで正解ですって言えんねん、そんなこと怖って言われへん、何が正解なんて世の中ないからね、でもあっちゃんは何とかやと思うねんって言えるから人前でこうやってお話ができんねんね、だからその思うねんっていうのが嫌な人っていうのはね完璧主義な人だと思うけど、そういう人って本当に人前でお話しすることができへんと思う、なんでかって言ったら
頭の中で完璧を求めて、完璧じゃないと公表できへん人やん。思うねんやったら、もう、まあ、半分、下手したらあの8割9割正解じゃなく、もう 1% でもなんか可能性があったら、それは正解やと思って話せる人でないと話は広げられへんからね。うん、だからね、うん、あっちゃんはそうじゃん。配信者として、配信者、動画配信してる人っていうのは、なんとからしいねん、なんとかやと思うねんっていう人じゃないと無理です。はい。まあそんな感じ。地球、さくらさんが地球が、あ、地球人がいてるのでいると思います。一緒やね。そう考えたら楽しい。そういうことやねん。うん。ね。逆に知的生命だから地球人ははぶられてる気もする。そういう気もする。うん、地球人って、まだまだレベル低いからうちらから何のメリットもないからなって思って追われてるかもわかんない、うん、だってさ UFO が、ほんまにあるねやったらあんなね空間移動できたりワープできたり言ったら何万光年、言ってたら人間が観測できるところで、何万100万光年100万光年じゃなくて何万何光年100光年とかっていうとは片道光のスピードで行って100年かかるとこ往復してきたら200年かかんねん。人間生きてられへんやんか、うん、だからそんなところの観測なんてできへんのに、そんなところから遠いところから UFO が来てるってことは光より速いスピードで移動できるっていうことやんね、うん、ってことは地球人よりかなりあの技術が高いっていうことやね。でここで UFO 未確認飛行物体ね。だから未確認飛行物体って言ったらこれ UFO ね。あ、これもブラシでわかるけど、じゃあもっと変なもん投げようか。みんながわからんもんでも投げてみようか。まあ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 、まあ、そんな話はどうでもいいんだけど、ね、何かが言ったらこれが飛んでたら、何かが飛んでる、何かわからんもんが飛んでた。これまあこうやってゆっくり投げたブラシだけど、これピュン投げた、もう一瞬、何かわからんでしょ。それぐらいのスピードでピューって飛んでたら。未確認飛行物体やねんね、要は、うん。確認できてない飛行物体。言ってみたら、だから、ね、あっちゃんが、なんかね、変なもん作って、粘土で変な形のもんつけて、ピャン投げた。なんかわけわからんもん飛んできよったな。もうそれ UFO やね、未確認飛行物体やねんね。うん、だから、言葉っていうのはすっごいええ加減やねんね。うん、UFO ってなんか、忘れた。英語で未確認飛行物体っていう意味で直訳してるらしいんだけどね、うん、だから宇宙船とか円盤とか言ったら UFO やね。でも UFO って今みんなが言う UFO やねんけども、じゃなく UFO 未確認飛行物体って言ったら地球にあるもの、誰かが投げたものでも未確認飛行物体やからね。下手したら、発見されてない鳥、まだその学会発表されてない鳥か虫かなんかが飛んでたら未確認飛行物体やねんね、要は、うん、まあまあまあいらん話をしゃんとこ、はい、うん、そういうことやねんね、うん、はい、ひよこさん質問やねんけども、質問やけど宇宙の質問じゃないんでちょっとスルーします、はい、まあそんな感じでね、うん、カナちゃんね、本当に知りたかったらググるでしょって、本当に知りたいっていうかね、ググったところでそれもいい加減な情報やねん。そんなことよりみんなの情報を持ち寄ってわーわー話すのが楽しいから、あっちゃんはみんなで脱談場を作っただけやねんね、うん、そういう感じで今度ね第3回第4回ってこのねあのみんなに質問コーナーっていうのを、ね、続けていこうと思うねんね。だから楽しく楽しくねみんなで脱談でやってほしいからね、そんな感じであれをやりたいと思う、質問コーナーやっていきたいと思うねんね、うん、だからそんな感じでいろいろつまらんとかできもせえへん企画だとか書いてる人はちょっとこの今回のねあっちゃんの趣旨から外れとるんでちょっとねあの今回はスルーさせてもらいます、はい、ユニコーンさんがねね、久しぶりってほんま久しぶりやね。はい、宇宙人いると思うって、だっていると思ったら面白いし、一緒一緒。うん、で、ユニちゃんからの質問で、宇宙に旅行行けるとあっちゃん行きますか？行きたいです。はい、もちろん行きたいです。うん。すっごいお金かかるっていうやんか。あれ、宇宙って言っても、地球の大気圏からピヨーンって飛び出して、ピヨーンって大気圏から言ってみたら、大陸弾道弾のミサイルと同じような軌道で飛ぶだけ。
どこの星にもよりもせえへんね。それだけで何千万かなんかかかんねんね。要は大気圏から出るだけの宇宙旅行。それも数分かな。1時間も出へんはずやね。それするために半年ぐらい訓練しなきゃなしねんけども、うん。それで何千万とか何億とか言われてんね。引田天功が行くとか言ってたけどね。うん、でもあっちゃん行きたいな。できたら、あっちゃんね、火星行きたい。うん、火星って、ほんまに、人が住めへん星なんか、ほんまにコロニーとか作ってないのか、火星ってなんか生命体がいてるって言われてんねんけど、なんかね、火星にスフィンクスとかピラミッドとかがあるとか、人間が生活してた形跡があるとか、いろんなこと言われてるでしょ。それが NASA が小出しに出してくる。だからちょっと、ね、興味があるね。月はね、なんかね、ちょっとそんなに興味がないけど、月の裏側に何かがあるとか、月にも生命体がいてるとか、いろんな言われてるけど、月よりね、火星がすっごいなんか気になる。火星行きたいな。絶対無理でしょうけども、はい。はい、まあそんな感じでね、他の人たちもいろいろコメントをね、地に足つけた人ばっかりなんで、ちょっとあれやねんけども、はい。はい、ということで、質問がこの辺で終わりました。ということで、ね、いっぱい質問あったけども、宇宙のことでお話してくれた人、ごく一部。で、さらにその、ね、持論でいろいろぶら下がってお話してくれた、ごくごくごく一部になってしまったけども、こんな感じでね、もっともっと楽しく、もっと、小学生がね、俺昨日こんなんあって、いやそれ違うで、いやこれこうやで、俺こう思うねみたいなね、バカげた、子供に戻ってみんなで好き勝手言える、雑談版にしたいのが、みんなに、何やったっけ、タイトル忘れた、みんなも答えてね、質問コーナーの趣旨やねんけども、うん、こうやってね、多分ね、1回目2回目3回目ってやっていくごとに趣旨ってみんな分かってくれると思うね。最初のうちはね、どんなやってんか分からへん、あっちゃんもどうやってんか分からへんから、とりあえずね、お料理宇宙ときたから、次何をしましょうかって感じでね、またこういう質問コーナー続けていきたいと思います。楽しく楽しくみんなで笑いながら、うん、バカになりましょう、うん、子供に戻りましょうということでね、世の中ね、地に足つけてたらね、いつかやっぱ苦しいこともある。だから、現実逃避する意味も込めて、自分がちょっとバカげたことする、まず冗談半分、子供に戻っていい、子供の会話をしたらいい、そんなね、雑談版にしたいと思うからね。だから言ってみたら、ごっこ遊びしてもいいのよ、この質問コーナーで。もうそんな感じでみんなで楽しくやりましょうよっていう質問コーナーをやっていきたいと思います。では、あっちゃん的には大好評で終わった第2回やと思いました。ってことで第3回に続きたいと思います。ではまたね、バイバイ。